はい、どうもこんにちは。連日工作です。今日もご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、サムスン S Galaxy S20 Plus という機種の画面交換やってきます。これ現状なんですけれども、フリック入力がうまくできない。もうこのスマートフォンの縦1列に関してうまく操作できないっていう症状になります。まあ、画面はね、よく見えてるんですけれども、そのフリック入力がうまくできない。あは入力できるけど、いとかちとかみが入力できないっていう、特殊な症状になります。まあ、画面を交換すれば治るんではないかということで、やっていきたいと思います。では電源を落としていきます。はい、最初にあるのがこの SIM の抜いておくってことですね。SIM のスロットを抜いておきます。で、ヒートガンで今度ケースを分解します。ヒートガンで炙って少しずつヘラを入れて分解していきます。これサムスのギャラクシーって曲面なのですごくやりにくいですね。ここが本当の一番のミソかなっていうぐらい、こう時間かけてゆっくり少しずつケースを分解していきます。はい、今これケースが割れたところですね。で、これ現状どんなものを買ったかっていうと、中華のアリエキスプレスでいろいろ探してですね、とりあえず一番良さそうなものを買いました。画面とケースのセットで2万5000円ぐらいだったと思いますね。かなり高いですね、正直。失敗がされないので慎重にやっていきます。ビス外していきます。で、動くときは、両面テープ使って固定しながらやりますね。で、ビスを外していきます。プラスドライバーすべてですね。この辺は iPhone と違って同じビスが統一されているのでめちゃくちゃやりやすいですね。なので Galaxy の場合は抜く分解がやっぱり一番大変かなというところですね。この黒いベルトがワイヤレス充電用のモジュールになってますね。で、このフレキケーブルを抜いて外していきます。樹脂ヘラでね、こじってやると簡単にポコって抜けますので、抜いていきます。で、ボタン用のところですね。まず最初このバッテリーを抜く、外しておくのが大事ですね。この上側の黄色いフレキケーブルがバッテリーになります。これをまず抜いておくと安全になるかなと思います。電圧低いんでね、そんなに問題ないから。この下側も外していきます。ポコって取れます。で、これもポコって取れます。で、ビスで、下の基板ですね。スピーカーなんかが入っているところの基板を抜いていきます。3箇所あります。これを取っていきます。基板を取っていきます。これもね、おそらく同じビスなんで、すごくやりやすいですね。ただ、なくさないように同じところに入れております。で、こじってですね、抜いてください。タイプ C ですね。これはタイプ C の、基板ですね。で、カメラ側の基板も抜いておきます。これ全部ビスが外れたかどうかよく確認した方がいいですね。こじっちゃうとですね、中の配線切れてしまう。カメラ用のところが接続されて、ここも取っておいた方がいいです。で、これバッテリーですね。これバッテリーを1回取り外してあるので、今回すごく簡単なんですけども、実はここも結構難しいと思います。IPA のアルコールなんか流してやっていきます。これは新しいディスプレイと古いディスプレイですね。ちょっと差分というか、どこが違うのか見ながらですね、移植しています。この奥が新しい方なんで、ここにこのバイブレーターなんかがついてるので、これを移植していきます。これもですね、炙って、溶かして、少しずつ剥がしていくっていう形になります。で、今移植したところですね。で、上側の、カメラですね、セルフカメラですかね、自撮りカメラなんかも外して移植していきます。これね、多分ね、モジュールネタついてるやつもあると思うんですが、私のやつちょっとね、ついてなかったので、これ移植していますね、今。ヒートガンでよく炙って、柔らかくして、少しずつヘラを入れていくっていう、この繰り返しになりますね。こんな感じです。
これを新しい方に移植していきます。で、元に戻すものですね、メインの基板を入れていきます。で、カメラのコネクタをつないでおります。で、ビスをはめていきます。ここも同じやつですね。で、バッテリーですね。で、バッテリーつけようと思ったんですけれども、これ大きなちょっと問題がありまして、ここがですね、ちょっとね、アルミのフレームがですね、ひん曲がってますので、これを矯正しないと基板が入らないということで、今矯正をかけております。ペンチでひん曲げていくって感じですね。で、なんとかまっすぐになったので、この両面テープを剥がしてバッテリーを固定します。で、下の基板入れてます。 Type-C ですね。 Type-C の基板を入れております。で、今はまってですね、ここも入れております。で、ビスで3箇所ですね、ここは3箇所止めております。はい、3箇所止めて、次はですね、ケーブル類を取り付けていきます。これメインとサブって書いてあるんですが、上側がメイン基板なの で、上側にメインっていうのが来るように接続してもらえば大丈夫かなと思います。上がメイン、下がサブ。手でグリッと押していただく。で、ワイヤレス充電のやつですね。で、ネジで止めていきます。あんまり締めない方がいいのかなと思いますね。こう電動工具とかと違うんで、かなりデリケートな作業になるか。ここで一回電源を入れてみます。ここでね、電源がつくかどうか。ここでうまくつきましたね。ここでうまくつきました。で、このフレームをつけるんですけども、ここになんかね、ここついてるので、これもちょっと炙って、新しいフレームカバーですね、カバーの方を外して、ブチルゴムみたいなのもついてるので、それも移植して、これ取ってですね、新しいのに貼り付けております。ここにですね、さっき取り外した基板を、ずれないように貼り付けて、このカバー、両面テープになってるのでガチャンと貼り付けました。以上ですね。こんな感じで、フレームとバッテリー、ディスプレイの交換がすることができました。これ色もね、全然違う色になったので、気分転換にはいいかなと思います。画面もね、めちゃくちゃ綺麗で、とても良かったかなというふうに思います。ではですね、ぜひ参考にしていただけたらなと思います。では次の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。